シヒノコイムポンタ略してプチヒノフレプチヒノフレはい、ということでね、今回も100バック生活クラフトパート7やっていきたいと思います。いけんじゃなくなってぶっ飛ばすぞてめえら、おい死ぬ待って、死ぬってあーいやーさあ、ではひなこ先生のお話を聞いてください。はい、あれなんか後ろにいますよ、スタンド。おら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 ちょっと待って、スタンドだ。実は皆さんに自分の家を作ってもらおうと思います。おーなるほど。なぜならばここは私の家にするのでみんな出てってもらうためです。なんでふざけんだお前、おめえも作れよ。ただその前に見せないといけないものがあるんですね。なになに、なんですか。この生活はみんなで作ったすべてのものをパート100で必ず爆発させる、その名も100バッククラフト。ということで皆さんついてきてください。こっちです。なんだろう、なんかできてね。何あれ。いや一旦これは置いといて。え、これじゃないの見せたいものって。これじゃないんですよ実は。嘘、これじゃないの。いや前回作ったあの機械の成果を見てもらおうと思って。あ、なるほど。あ、確かに前回作ったもんね、この装置を。鉄と人参と村人がめちゃ無限に出てくるやつ。そうなんですよね。待って、すげえ、ちょっと待って。えぐい村人の量えぐ。気持ち悪いな。やばない、これすごいっしょ。やば、東京より東京じゃん。そうだね、スクランブルエッグじゃないやつ。怖い食うな黒い。だから村人はもう順調にめちゃくちゃ湧いてて、なんか知んないけど途中から普通の村人も湧き始めて。あ、本当だ、服装違う。なんか2パターンの村人が現れた、よくわかんない。ふん助けてふんなんか紛れてんな。出ないんだけどね、これどうすれば出れんのこれ。すごいに来れない。で人参俺も全部もらおう。全部もらうのお前。おいで、こっからが大問題なんですよ。はい、こっち来てもらって。今じゃもうなんか様子が明らかに違う。ちょっと待って、なんか変わってる。チェストめっちゃ増えてる。そうなんだよね。で、まあ、上から順番に見てってもらおうか、チェスト。はい、おーパンパン。おお強っ。待って、ここがパンパンってことは、ここもパンパンってことで、ここがパンパンってことは、おお、ここもパンパンってことだ。とっても大変なことになってて、しかもちょっともうポピーがパンパンすぎてここに移してるんですね。あ、本当だ、ポピーここにあるんだ。本当だ、すげえ量だ。このポピー何かに使いたいなって思って、実はちょっと見づらいんですけど、ここにコップン製造機を作ったので。コップにするのか。なるほど、この真ん中のポピーを取ってここのチェストに移し替えてってください。はい、了解です。はい、そしてまだやることがあります皆さん。はい、このとんでもない量の鉄を鉄ブロックに変えましょう。あー、確かにその方がいいっすね。で、それをここのチェストに入れてください。 OK です。わかりました。やば、作れる量とんでもないんだけど。待って、えぐいことになってる。鉄ブロックすごい量の鉄ブロックができました。すげーな、強すげー。え、この数かける、確か鉄ブロックって9個で作れるんだっけ。10個だっけ。9個か。そうですね。ってことはこれかける9した数ってことだよね。待って、いくつになってるんだこれ。やばっ。ということで気がついたらね、みんなこの作業してください。じゃないとここ破裂しちゃう。オッケー任せて。はい、で、まあ、ある程度やっぱ鉄ブロックが溜まってきたらさ、あれ作ろうぜ。地下施設とか地下シェルターとか研究所とか。研究所、何の研究したいの。人類を撲滅するための装置。なんで。なんで撲滅しようとしてんの。ちなみにみんなお忘れかもしれませんが、パート100にはここが撲滅します。あー、やだー。うわー、でもまあこれで大量やな。もう当分資源には困んなそうだな、これで。ね、そうね、村人と食料と鉄にはもう当分困ることがないと思うので。完璧。え、違う、ちょ、そう、これはいいとして、じゃあそこにあるのは何なんですか、ひなこちゃん。いや、ここにあるのはですね、ちょっと私がある人に依頼をして作ってもらったんですよ、これは。何その、影の協力者いんの。あ、待って、足湯だ。あ、そう、本当だ。座れる。ほぼ肩
朝まで使ってるよお前さ。これはですね、トンちゃんに作ってもらいました。トンちゃん誰？トンちゃんって誰？ポンちゃん、ポンちゃん。やめろ、豚骨みたいな。ポンとか。ポンちゃん、なんだか説明して。はい、どこまで説明すればいいですか？広場です、これは。はい、広場です。使えねえなお前だ。ちゃんと説明しろよ。みんなの憩いの広場がないとちょっと閉まんないなって思って。まあ確かに確かに。広場はちょっと真ん中に立ってもらうと分かると思うんだけど、四つ角になんか丸いのがついてない？あ、なんかある。ほんとだ。今日はその区画に一人一個ずつ家を建ててもらおうと思ってます。じゃあ公園と家と地下シェルターを作るじゃん。あの狭い、この狭い空間に無理だろう。でまずは敷地決めをしないといけないので、私こっちが景色いいからここがいいや。え、じゃあ俺ここがいい。じゃあ俺こっち。じゃあ俺そっちか。あまり。皆さん持ち場に着いたらですね、目の前にあるチェストを見てください。はい、はい。この中にあるのが一応用意した資材です。結構いろいろ入ってんな。めちゃくちゃ入ってる。ただそれ以外に必要だったら自分で取りに行ってください。あ、なるほどね。そっから先はセルフってことが。さあでは始めますか皆さん。あ、この真ん中の石切り台は使っていいんですか？自由に。真ん中の石切り台は使いたければどうぞ勝手に使ってください。 OK です。いや、置き方処刑台なんだよな。確かに。広場の真ん中、公開処刑のところ。一番下手だった人は殺されます。いや、ここが処刑台なんだ。デスゲーム。じゃあやりますか。はい、じゃあ制限時間5分で、よーい。え、短い。じゃあ制限時間なしで行きましょう。行きましょう。じゃあよーい、スタート。どんな家にしよっかな。何作ろう。いや迷うな。いや俺もう決まってるから。俺何作るんすか？カリフォルニアディズニーランド作るぜ。ああ、もう絶対無理だわそれは。まあ余裕っしょ、俺昔たくみくんって呼ばれてたから。別人じゃんそれは。まあまずは柱からかな。やっぱ建築って言ったらね、最初ね、土台から作るからね、柱だよね。そうっすね、柱だってよ、イムさん。あいつ建築壊滅的だからな、あいつは。今やっぱなんか次元がちょっと違うね。バカにされてるよ。意外と木使っちゃうかもな。案外足りないよね。うん、結構足りなそう。え、ちょっと待って、みんな柱の色一緒だな。え、ほんとだ、みんな柱の色一緒だ。え、ほんとだ。ちょっと真似しないでくださいよ。みんな量産型じゃん。お前何、タケノコの里でも作る？タケノコじゃないよ。確かに量産型ではないなそれは。どうしようかな、みんな同じ色の柱だからこっちにしよう。まずはこの皮を剥いで、これで差別化できるっしょ。え、皮剥がないよね誰も。よし、俺も皮剥ごうかな。いやだ、やめてよ。俺皮剥がないで誰かの身ぐるみを剥がそうかな。怖いこと。もうきなこさん、こっちから見たら今のところストーンヘッジっすよ。いや、今ストーンヘッジ作ってるんだ実は。よく分かってんじゃん。あ、そうなんすか。うまいっしょ。いや、それはうまいわ。ストーンじゃねえけど、だとしたらストーンじゃない、ストーンヘッジってなんやねん。やばい、原木が足らん。よっこらショット、ありがとうイム、もらってくね。え、なんで、おい。最悪だあいつ、なんか取ってってる。え、じゃあ俺もちょっとコンビニ行ってこよう。さあ、このコンビニ何あるかな。あ、ちょっと待って、攻撃してくる。処刑だお前。おい、マジやばいやばいやばい。俺今めっちゃ持ってる。あった、いっぱいもらった。待って、健在ゼロ、健在ゼロ。はいはい、分かった分かった。はい、半分ずっこな、半分ずっこ。え、なんでなんで。え、俺のっすよね。対価対価対価だ対価。人の敷地内に侵入した罪は重いぞお前。クソマジかよお前。この野郎、よし、めっちゃ持ってきた、めっちゃ持ってきた、この野郎。あ、よし、この辺ちょっと戻っとくか。おい、やばいってそれは。でもさ、何作ろうか分かんなくなっちゃった。適当でいいじゃない、適当で。そうしよう。でもすごい広大な家になってるよ。でかいよね。なんか後悔してるんだ今。いや、ちなみにね、俺もちょっと後悔してる。お前なんか変じゃね、水筒。なんか炊飯器にも見えてくる。炊飯器どこが。今炊飯器
器作ってんのかごめんへんって言って。いや違うって。まあ炊飯器マスターだからない。どういうことだよ。ちょっと家に炊飯器7個持ってるから。ありすぎだろどんだけ米炊くんだよ意外と足りないぞ建材が。もうそもそも床の時点でだいぶ足りないな。いやマジでないな。まあでもね植林場あるんでね。木は育て放題だな。誰が行くか。自分で育てたやつは自分で狩るやろ。いやもらうよ私は。怖い怖い。あいつ最悪だそりゃね力を合わせていかないとね。いやお前強奪って言うんですよ。いやどの口が言ってるんすか。いやお前がやらせて。お前がやったんだろ最初そうじゃん。何言ってるよお前。どうしようかな。もう誰よりも高いやつ作ってやろう。おいパクんじゃねえお前。待ってミルフィーユあるんだけど。うちの向かいいややっぱ違うな建築上手い人って。それ誰に言ってるそれ。イムだよ。上手いじゃん建築。お前笑いながら言ってんじゃんお前。バカにしてんのやっぱイムって天才だな建築。くそバカにしやがって。人にはわからない領域だよね変わってるというかなんというか。バカにしやがって。イムさんなんかイリオプチさん。え？なんかされてないそれ大丈夫俺でも全部持ってるよチェストの中のやつ。あれ幻取った。何取ったお前。ピッケルとか。あれよしじゃあこの辺もらうね。あやめてやめてごめんごめんごめん。返すから返すからあと作業台ももらっとくわ。あーやめて。あとお前次俺の敷地に入ったやつの場所全部炎で燃やすからな。気をつけとけよお前。怖っ。あ待ってプチアル見てなんかいるよ。なんすか。よしお前待って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 。準備しだした準備しだしたやばい。守る守る守る。壊すの守れる。行くよ。いや壊すな壊すないや違う。いや俺は行ける。これでなんとかなるほらガードガードガードよし俺はちゃんと有言実行するタイプやからなお前。さあうちを燃やせるかな。はい。あーそんな場所にちょっと待って待って待って。ほらなんかさ、良くない。ちょっと見てよほら、ストーンヘッジじゃなくなったくない。あ、ストーンヘッジ上がった上にストーンアップヘッジやな、それ本当だこういうのはね、結局まあ、凹凸で言ったら俺んちも凹凸めっちゃあるからね。どこがツンツルてんだよ、お前。ガチまったいらっすよ。え斜めになってんじゃん。凹凸できてるよお前。豆腐建築ってよりはケーキ建築やもんあったなって思うけど、あれはないもんなあの時代ないもんな。通ってないもんなやっぱ時代がついてきてないんだよ俺に。ちなみにこれってこの円の中からはみ出してもいいの。別にいいよ。高さから外出る分にはだから。そっからめっちゃ広がってもいいよ。あそうなんだ。いいこと聞いちゃった。え、なんかポンちゃんさ真似してる私の建築。え、してないって同じような構造じゃない。なんかパクリって良くないと思うな。うん最低だわ本当に。真似してないから。うわ待ってポンタ俺のパクってねそれはないそれはないもうめっちゃ似てるもん。うわそれは誰がどう見てもないっすよお前もう良くない良くない。ひでえなあいつ。それは絶対違う。あれポンちゃん俺のパクってない。いやね私ポンちゃんに真似されてもいいんだ。ちゃんとねオリジナル性をね出す秘策があるから。なんすかその俺が真似してる前提で話すの真似してないんすよ。あんまね細かいこと気にするとね下見ちゃダメだよ。下上見ないと。えお前さあご近所さんとの連絡通路できちゃうなこれすごいでしょこれ。すごくねえよ殺すぞお前やばすぎ。プッチーの何なんだろう。えなんか意外と好きなんだよな。なんか綺麗な四角だねなんかいやなんか適当にやってたらなんかいい感じになった。芸術点高いな。よしよしよし。ポンちゃんだけずーっと真似してくるんだよな。真似してないってマジで。なんか似てはいるけど。じゃあ真似してんじゃん。いやまあいいよ私真似とか気にしないから。あー始まった始まった始まったいや偉いなえなこちゃんは。で心が広いわ。あーもうこうやって生まれるんだ冤罪って。じゃあ裁判する。あーもう勝てる気がしないいいよじゃあ二人裁判員ね。はい判決出ました。ひなこちゃんの方が正しいです。やったポンタ死刑いやでもなんかイムが侵入してきてるからどうやって対処しようかな。あそこ分かった。イムのそこをシャワールームとかにしよう私の勝手に改造されんのかなそこ。いやどう考えてもほぼ私の陣地だろそこは。いや間違いないあ
ミスったな、まあいいや。大丈夫だよ、今更そんなミスくらい。全部がミスだと思われてない、あいつ。おーい、全部ミスではない。まあ気にすんなって、なんかね、全体的にミスしてたら一つのミスなんて気になんねえもん。だからミスってねって全部。考えてやってんのちゃんと。いや、ポンちゃんとは全然違うから、私。似てるって冤罪かけられるから。じゃあ、なんか、しょっぱなのさ、柱っていうか、形がさ、なんか完全にパクられたんだよね。しょっぱなで言うと、みんな同じだから、あの人以外。待って、あいつなんかトッピングし始めたぞ、トッピング。やばいやばい。いやもうこれみんなびっくりするよ、見たら。もうびっくりしてる。もうびっくりしてる、びっくりしてる。大丈夫大丈夫。ポンちゃんちょっと丸石必要だからもらってくね。オッケー、ちょ待って待って待って、渡すって、渡すって、なんで壊していくの。渡すって全然。あ、めっちゃいい。何が、あいつなんか自分の美を感動している。プッチーの家の方からはもうよく見えるよ、これ。なんかエイリアンいるよ、エイリアン。え、エイリアン、たまごっちのあの何でしょ、生まれたてみたいなやつが上にいる。だからそう見えんだよ。マイメロディ。いや、惜しい惜しい惜しい。そっち系よ、そっち系。あ、バイキンマン。いや違うんだな。あー、バイキンマンか。いや違うって言ってんじゃん。うまいね。なるほどね。おい、人の話聞けお前ら。いや、バイキンマン以外なら下手だけど、バイキンマンだったらめっちゃうまいなって思うんだけど、それ何？バイキンマンです、これ。いや、うまくね。なんかちょっと待って、ポンちゃん結構素直にさ、屋根のデザインよくね。いや、めっちゃ綺麗。今の屋根は誰も何にも言わない。誰も何も言わん。あ、なんかでも味方によってはさ、あれじゃない、あのさ、アリ飼育するやつに見える。あー、めっちゃ見えるわ。おー、見えんなって。それは見えちゃいけないよ。え、それがアリハウスだった場合、すっごいいい建築なんだけど、それ何？アリハウスね。いいねいいね。なんかすごい不思議なんだけど、今はさ、自分の建築見ていいと思ってるの？いや、それ思ってるよ。何その反応。え、住む？それ自分の家。でも住むか住むないかって言われたら、まあ住まないかな。住まねえじゃねえかよ。自信あんのそれ。自分の建築やばすぎやろ。プチさんも意味わかんないけどね、普通に。俺の意味わかるやろ、これ。犬はセンスがない人だもん。いやいや、あるって。プチさんはお題を聞いてない人だもん。じゃあ聞いてる聞いてる。家って知ってます？お前、家の概念ちょっとどうにかした方がいいよ。お前、誰が屋根付きで玄関もちゃんとあってみたいな。そうじゃない人もいるだろ。森の中に住んでる人っているし。え、その人は家ねえんだよ、その人は。家ある家ある。お前最低だ。家ない人はやばいわ。あ、やっとイムと同じ高さに屋根が来た、ガラスのところに。あ、本当だ、なんか来てる。もうここせっかく海綺麗だなってつなげたのに、そこに家建てられたら何も見えないんだよな。あ、ね、そこさ、シャワールームじゃなくてさ、ねえ、ゆめさん、焚き火作ってよ。そこで二人でさ、バーベキューしようぜ。あ、いいね。え、いいな。よし、ポンタ、カラオケルーム作れ。あ、いいっすね。よし、こっちカラオケにしよう。でも、なんならルームじゃなくてカラオケにしましょう。カラオケにしよう、カラオケ。向こうのバーベキューに聞こえるようにしましょう、俺たちの声。クソ迷惑。え、ひなこ見て、できたよ。よくないこれ。あ、いい。じゃあ椅子くらい置こうよ。あ、そうだね、椅子。めっちゃいいじゃん。どうよ、この椅子の。いい、でもいい、でもいい。なんかホテルにありそうだよね、この感じ。そんな狭いことないだろ、ホテルには。あ、でもなんかちょっとエモいかも、それ。よくない？これ夜とかすごそう。なんかさ、それさ、周りのガラスさ、取っ払って柵にしちゃうの。あ、もうこっからつなげちゃう。あれじゃない、白樺の原木がねえ。ポンタンが持ってる白樺めっちゃ持ってますよ。何個持ってんの？1スタックと25個あります。あ、じゃあ25個ちょうだい。あ、オッケー、いいっすよ。じゃあ俺もバーベキュー入れてください。いや、でも見て、あそこ、あれね、二人専用なんだよね、椅子が。じゃあ椅子、ほらほらほら、椅子椅子椅子。あ、椅子椅子椅子。3ならいける、3ならいける。これと、はい、で、あ、はい、これっすね。あ、いいねいいね。あ、どうっすか、これで。よしよしよし、待ってろ、今から作ってくるわ。よし、じゃあ俺の席できた。じゃあさ、そっちのカラオケ3人で行かせてよ。3人ってか2人で。あ、いいっすね、いいっすよ、いいっすよ。おーい、1人忘れてる、歌えい。
うるさうるさ、そこの3人聞こえてますか？バカうるせえ。イムが1人分席増やしてる。お、やった、ちゃんと作ってますよ。うわ、大変、家の近くで雷が。これ落ちるぞ、これ。さすがに寝るか。やばいな、燃えたらまずい。ねえねえ、イム。はい。斧ちょうだい。斧ね、持ってないんだよね。なんかいっぱい斧あんじゃん。やったらラッキー。ちょうだい、持ってきてよ。ありがとう。あー、いいよ。よし、プッチが斧持ってきてくれるから。誰だ俺の家に入ったやつ。侵入者を殺す。やべ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 、いた、待て、やばいやばい、待って、やばい、あ、やばい、おい、待て、やばい、逃げろ逃げろ逃げろ、あ、ほら、よっしゃー。じゃあな。目と目が合う瞬間、好き。お、待って待って待って、来てる来てる、バカめ、おい。くっそー。おい、ポンタ、俺の家の2階、これ2階。はい、なんすか？俺壊しなさい、これ。あの、ピッケル壊れたんすよ。じゃあ素手で壊せ。うわぁ、なんか自分で置いたんだから仕方ないだろ。くっそー。よし、ついでにこの辺も。よし、おまけでちょっとだけ壊しておきました。お疲れ様です。あ、お前やったな。お前、俺倍にも倍の倍の倍返しするっていうタイプなの知ってるか、お前。やばい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 、えぐい。昔な、あの、俺の財布から100円玉をこっそり盗んだやつがいたけどな、俺そいつのお財布をもう隠しちゃったからな、お前。俺お金ない、どうしよう、俺知らない、どこにあるんだろうねって言って俺隠して、1週間ぐらいになってここに置いたんだって俺言って、1週間困ってたやつがいるぐらい俺は倍に倍の倍返すんだ。あ、お前、お前マジで、なんすかなんすか、言うたな、お前。なんすか、素材作るの大変なやつやっちゃうわ。おい、ガラスは違うだろガラスは違うだろって。あ、でもこっちの方がいいじゃん、ほら見て、ほら向こう側にいる二人とほら顔合わせできるよこれで。あ、なんかこっちの方がおしゃれだな。あ、いいじゃんいいじゃん、それでいいじゃん、これにしようじゃん。気に入ったの。お、すげえ、ピチュルさんのところから取ってきたのぴったりだ。いいじゃんそれで。ただ あと3面あるんすよね、収穫しに行こう。ね、建築真面目にやってるから。真面目にやるとやっぱ楽しいよな。ね、楽しいっすね。わかる、真面目にやってるとね、誰かと違って。それだけ共感できないのかわいそうだよね。誰のことかな。いから始まって無で終わる。それ俺なんだよな、2文字だからで、まだ2文字って言ってないよ。ちょっと聞いてみようよ、何文字かだけ。あ、じゃあ何文字。2文字。いや、もう確信じゃん。待って、俺の家燃えた。え、燃えてんの、お前の家。え、何これ何これ。ええ、ワンちゃん本当に落雷。さっきなんなら、あの、ポンタ側の方でめっちゃ雷鳴っとったから、海に落ちとったから。マジかよ、ワンちゃん落雷全然あるねえ、イム。はい。ご飯なくなっちゃう。あ、じゃあ人参あげるよ。はい、ありがとう。俺も人参6個しかないのに。あと黙れ。お、よし、これで一番高いだろう、俺の家が。あの、高さ競ってるわけじゃないからね、ぶっちゃけ。いや、もう高い家が勝利っすよ。いや、だから高さ競ってるわけじゃないからね。いや、もう高い家こそ正義。だから高さ競ってるわけじゃねえって。いやー、ガラス全部壊すのうぜえ。くそめんどくせえこれ。見とけど、まだ終わりじゃないからな。まだ来る。分かってないな、ポンちゃん。そいつ本当にそういうやつだよ。粘着質タイプだから俺。だから気をつけなね、ポンちゃん。気をつけます。もう遅いよ。なに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 、怖い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 、おいおい、ガチの嫌がらせ。なんでうちの皮、原木の皮剥いでんの。待って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 、クリーパーいるクリーパーいる、待って、クリーパーいる。クリーパーどこにいんの。あー、危ない、家の中にクリーパーいた。危ない危ない、ここで爆発させんの、バカ。やばいやばい、バカバカバカ。イム、イム、お前何してんの、お前。やばいやばい、危ない危ない。お前それは最低だよ、イム。今お前、いや、何もしてないって。こいつ今だってクリーパーに向かって走ってて爆発させようとしとったよ。怖い怖い怖い。違う違う、誤解誤解。気をつけろポンタ、イムはマジで何もしてないやつにやるから。いや、怖っ。いきなり来るからこいつ。いや、マジで誤解なの、本当に。信じて信じて、本当に。うわ、待って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 、本当に信じて。やばい、殺される。うわー、殺した。ピチュルさんのせいでオレンジ結構色変わったんだけど、いろいろ。お前が自分のせいだからさ、自分でやったからそうなってしまったんだからね。いや、えぐいえぐい。お前何してんだ、ポンタ。あの、なんすかなんすか。ん、お前、いるよ、俺、後ろに。やばいよ、待って待って待って、逃げて、逃げて。あー
よし。あ、でもいい感じじゃない結構これ。いいじゃん、私上手かよ。ええ待って、なんか襲撃来てるよ。痛い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 。え、何の襲撃、何の襲撃。え待って待って、ヤバいのいる。え、お前なんで襲撃来てんのお前。ヤバい、なんでなんで、なんでそこ、ヤバいヤバいヤバい、なんでそこ。おかしいおかしい。え、要塞判定ってこと、どういうこと、なんでそうなったの。わかんない、え、何判定それ。いつの間にか来たんだけど。怖いんだけど、なんで。でもそれ旗持ち殺しちゃったらさ。じゃ殺したら多分来るぜ襲撃。どうするか、自然に死んでもらいたいな。焚き火に放り込む。でも命がけで行くしかないか。じゃあさ、あの辺うろちょろして焚き火の上歩かせてよ。オッケー、任せて。ほら来い、こっち来いよ。痛い痛い痛い、待ってやめて、動いてこいつ、痛い。動かないんだ、撃つタイプだから無理だ。いやー嘘。あどうしようか、まあほっとくか。もうほっとくしかなくない。なんでお前ち、お前の家じゃなくなってて、草占拠されてる。よし、あともう内装だ。いやー私も外装はほとんどできてるけどって感じだな。あ、やべ。あ、イムさんやったな。やべ。おっと。え、お前これ来る？いや、村に入ったら来ます。お前もう二度と行っちゃダメだよ、あの鉄の。あー、お前。あーあーやばい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 。行くなって言うたやんけ、お前ボケ。やばいやばい。何しとんねんこの野郎。あーやばいやばいやばい。村人守んないと。おい、全員戦闘態勢に入れ。まったく、なんでだよ。お前ふざけんな、お前マジで。なにどこから来んの。一体って書いてあるよ。その上じゃね、上のその子殺しとくね、私それ。あ、ここにいるやつ。どうせお前らだろ、この辺にはいなかった。ここね、登ったところに一体いたんだよ。これさ、どういう家の構造なんだよお前。いけねえよ。あれ、いなくなってる。いるいるいる、絶対どっかにいるって。え、どこ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 。あ、いた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 。あ、いた、ほんとだ。よし、殺しに行くぜ。やれやれやれ。あ、そいつっぽい、そいつっぽい。ほら、よし。ナイス。いや、まだ来るぞ、気をつけろ。よし、来るぞ。あ、ポッタの家の上だ。なんでなんで、うち。おい、頑張れって、お前。おい、ふざけんなよ。俺なんもしてないのに。俺一番なんもしてないのに。それはそう。共存しようかな、こいつらと。あ、仲良くなった。見て、プチューさん仲良くなった、めっちゃ。殺せってお前。何してんだよ。よし、俺も完成でいいかな、もうこれ。室内何も作ってない、大変。室内はなんかエンチャント台作ろうぜとかなった時に、ここのここに置くとかになんかなりそうだから。開けとく。すごい、ここ。え、どうよ、トムソーヤ島っぽくない、なんか。いや確かに、このしゃがめば見える感じね。いいっしょいいっしょいいっしょ。いやー今わかってるね。あ、やばい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 。やばい、ルームメイクが襲ってきた。おい、俺の家だぞお前これよ。まあいいや、隣の家連れてったからいいや。お前もう多分12倍返しになってるけど大丈夫。あ、えぐいえぐいえぐい。あ、ポッター家大変燃えてる。待って待って、やばい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 ぞ、早くしないと。放火魔いるって。やばいやばいやばい、早く消さないと。早く戻れってお前。め、待って、道が、待って、道壊されたら。早くしろってお前。もう余計なことするから燃えるんだってお前。あー、もう終わった。ずっとポンちゃんだけ真面目にやってないよね。真面目にやってたって最初俺。ポンター次侵入してきたら、あ、いいね、俺今炎のエンチャント付きの弓矢持ってるけど。いや違う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 、もう一夜放てばもうお前は。待って待って待って。いや、ちょっと待って、ひなこと聞いてくださいよマジで。ね、なに、えぐいっすよ。もう無言でなんか打ち来たなと思ったら皮剥いで帰っていくみたいな。侵入す、侵入者、侵入者。待って、侵入してない、今の侵入してない。あちなみに今ピリジャ1体倒したわ。えらい、残り1体じゃん。残り1体どこにいんだろうね。わかんないんだよね、なんか。ポンちゃんさ、あのさ、みんなにやり返すために隠し持ってるってことだよね、それ。やち。あ、そうっす。あ、そうっす。そうっすよ。いんすか俺にそういうことやって。ちょ、待って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 、迎撃されてる、迎撃されてる。あ、待って、いたわ、あの残り一体。あ、やれやれ、倒せ倒せ。海の中にいたわ。はい。次は変で、あのなんか牛みたいに出てくる牛。ラビジャーだっけ。あれ、またポンちゃんの上にいる。なんで。待って、やばい、牛がいる、牛。ちょ待って、やばいって、やばいって、それは。しょうがねえ、助けてやるよ。ほい。あ、余裕。じゃあ俺も助けよう。あ、弓なかった。何の何の何を助ける。あ、倒した、牛倒したぜ。ナイス。はいはいはい、もうちょい、あっしゃい。わー、ナイス、襲撃クリア。ナイス。ねえ、建築中よ
やぞ、何しとるイム、お前のせいでよ。オッケー完成。さあ私も完成かな、できたよ。じゃあこれで全員完成か。いいね。よし、じゃあ全員完成ということで真ん中集合、一軒ずつじゃあ見ていくか建築を。はい。さてじゃあ一人ずつ家を見ていくか。はい。じゃあ落雷したポンタの家から行くか。うちから行きます。じゃあポンタの家からこう時計回りしてくる。じゃあオッケーです、案内してくれ。はい、わかりました。ご覧ください、うちの完璧な。え、なんかさ、え、ハリボテじゃね、はい、なんか。え、なになになに。いやもう上がってからね説明するんで、ちょっとまずこの屋根の大きさっすよ。え、なんか屋根めっちゃでかくてタケノコの里みたいになって。違うって。タケノコの里だ。今んとこね、まだハマってない私。うん、俺もハマってない。この入り口ちょっと高くなってるポイント。うわ、上がりにくい。うわ、上がりにくい。や、乗りにくいわ。おしゃれじゃないですかこれ。いや、段がここにあったらな。いえ、階段あったらただなんか高くなってるだけじゃないですか。これもただ高くなってる。いや、これっすよ。この両サイドに飾ってある旗が敵の印だ。こいつ敵だじゃん。じゃあ撃つなって。このね、かっこいい旗がお出迎えしての、はい、寝室。なんかせっかく海見えるのに海見えないね、これで。ね、残念。いや違う、もう待って、もうじらしてるんすよ、とりあえず1階は。あー、1階はね。で、2階上がってもらって。あー、2階か。これが変わらんか、さっきと。え、なんかちょいちょいなくない？なんかそうなんですよ、ちょいちょいないんですよ。これはなんか意図があるの？ですね、なんか気づいたらなくなってました。はぁ？ってことはサボったってことだ。あ、サボったってこと？うわ、マジか。いや、違う、あのオーシャンビューっすよ、ここ。ほらほらほら、見てこの景色。全部開けてなかったことにしてる。じゃあもう上来てくださいよ。じゃあでもなんか形は独創的だね、そろって。あ、スカスカだ。スカスカだ。ここカラオケなんすね。え、あの外に声丸聞こえだけど大丈夫？周りの家の睡眠を妨害できるっていう。え、これさ、高い屋根はただ屋根であるだけ？え、おしゃれじゃないっすか、高い屋根。あ、登れる登れる。あ、そう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 、登れるんすよ。登ってアスレチックだこれ。アスレチックだ。いや違うんすよ、俺もこれは想定してなかったんすよ。何が起きたの？あ、なんか資材なくなったなと思って取りに行くじゃないっすか、帰ってきたら屋根半分ないんすよ。まあスカスカってことだね、これ。このカラオケ寒ね、ちょっと早く下行こうぜ。でも屋根デカハウスだったね。うん、屋根デカハウス見て、なんか悲しい雨が降ってる、なんか悲しい家になってる。悲しくないって。よし、一旦寝るか。え、寝れるの今って？寝れないわ。寝れない。よし、じゃ あもうそのまま行こう、ひなこちゃんところ。こちらがひなこハウスです。じゃじゃん。おお、すごい。おお、すげえ。すごい。だけどでも家って感じやな、これ。そう、では案内していこうかな。まずですね、この家の第一ポイント、ここ高床式になってます。あ、なるほどね。いずれここは私のミニ畑を作ります、ひなこ専用の。そういうことね。あー、ここに畑強。さあ上に上がると、じゃじゃん、見てください、このいい景色。わ、すごい。すごい、本当だ。なんかこっちはなんかガチャガチャしててね、こっちもなんかガチャガチャしててね。これなんかカーテン欲しいの、ここに。そう、こことここにも欲しいんだよね、カーテン。いや、ここはめっちゃいい景色じゃん。いや、結局こっちがいい景色なんて。お前さ、待って、夕日見えなくね、うちの家。本当だ、ちょうど。まあ、でコンセプトはこう絵画みたいな窓にしようと思ってるんで、ここのね2つの窓が絵画になってますと。なるほど。で、こっから上登ります。さあ、上の階は？ここは屋根裏です。お、すごい。おー、夢の屋根裏。え、ちなみに頑張りポイント、この柱ですね、見てください。いや、これすごいね、この柱。すごい。これなんか上に行けんのか。そうです、上です。で、上に行こう。なんと今のが一番最初が1階じゃない、で2階で3階なのね、屋根裏が。おいおいおい、ここが 3.5 階があるんですよ。 3.5。 おー、ここバーベキュー会場です。おー、よし、ここ俺の席。じゃあここ私の席。おいおい、勝手にバーベキューすんなって。あ、じゃあここ俺の席。よし、じゃあバーベキューしよう。イエーイ、バーベキューだ。ウェー、そう、お前は違うだろ。おい、やめろ、叩く、痛い痛い、死ぬ、マジで死ぬって。もうやめなさい、お前は。
で、こんな感じでこのバーベキューを通じてなんと向こうに行けるんですけど、それはまた後で。あ、なるほどね。ということでここが 3.5 回でした。次4回です。4回のモチーフはトム・ソーヤの冒険です。本当はトム・ソーヤの冒険っぽいっていうか、あ、ここでもすごい、こうなんかこっから防衛できるってことか、こうやって。いや防衛ラインじゃないのよ別に。進撃の巨人の車力の巨人のさ、あの体にくっついてるあれ狙わないのよ別に。これでまあ全部かなっていう。めちゃくちゃいい。すごい、すごい、いえいいな。でこれ降りるのめんどくさいなこれ。あ、そうなんだよね。まあそれもでもツリーハウスみたいなイメージだから冒険の一つなんだよね。あ、なるほどね。よし、じゃあ次、イムのうんこハウス。うんこじゃない、うんこだな。まず外見ね、すごいでしょこのレインボーな感じ。別にすごいよ普通にすごくはある。でこのチョコレートみたいなうんこみたいな、これな、何これは。え、何それ、どれのこと言ってる。おい、目バグっとる。てっぺんのでしょ。てっぺんのやつだよ。ああ、あれはまた後で説明するよ。この外見に触れてる時じゃないんだ。まあまあいいや、じゃあどうぞ、じゃあ説明してください。じゃあまず中入って。これ何、これ。これはみんなでくつろげる場所を作った。うちらはこれ何を見てくつろいでるの。何見せてんのこれ。いや、これ噴水見て黄昏ようかなみたいな。俺邪魔だろ。だとしたら、いや見えんって噴水。だとしたら邪魔だろ。あ、じゃあその奥の噴水なんだね。そう、これは噴水で、まあ上に登ってもらうと。おい、すごい。でもここ、ここすごくない。ホーンテッドマンションみたい。ここで展望台っぽく外見ようかなって。 お前さ、私の芸術作品の前にはしご置くのやめてもらっていいか。で、一番景色いいとこ椅子ないの何なんだよお前。本当だ。ここはちょっとほら滝が邪魔だから。建物しか見せる気ねえだろ。この上登ったらまた意見変わりますって。あ、なるほどね。じゃあまた次上ね。あ、麻雀の、麻雀卓だ、麻雀卓。おお、雀卓、雀卓。そう、ここでみんなで遊び場。え、めっちゃいいじゃんここ。え、いいじゃん、めっちゃ麻雀しよう。景色もね、ほらオーシャンビューにしてるからいいっていう。なんかまあ相変わらず滝邪魔な滝なんだよな。滝なんだよな。そしてちょっとこっちね、ほら道あるじゃん、こっち来てもらうと。あ、ひなこゾーンにつながるのね。キャンプ兼ひなこゾーンにつながる場所っていうね。よし、で次が。あ、そうで、次がこの上なんだけど。いや違う違う、それ終わった終わった。あ、まだあんのか。そう、まだある。ちょっとね、一回外に出てもらわないといけないんだけど。一回外出るっつった。そう、一回ちょっと外出てこっち側に行くとね。こっちなんかあんの。ほら、登れる場所があるんですよ。ほんとだ、なんか灯台みたいな。ね、寝ない。寝たい。ね、まだ途中なんですけど。一回寝ない。朝になって雨降ってるの嫌なんだけど私。おー、朝だ、雨止んだ。じゃあそしたらどこだっけ。オレンジ。オッケーオッケー、オレンジか。いや違う違う、まだ終わってない、まだ終わってない。なんだっけ、ここ登れだって。そう、ここを登ってもらうと、まあ、ちょっとしたこうパルクール的なのを作ってくれて、アスレだ、アスレ。そう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 。起きてよ、一番上。お、え、何ここは。屋上で、あの、この守り神を近前で見れるっていうね。これ守り神だった。守り神。そう、これ守り神だよ。これ生贄の祭壇じゃないの今これ。だって俺両手 T ポーズにしたらこれ生贄の祭壇になるよ。本当だ。で、これ何かって言ってたじゃん。これちょっとこっから透明で見てみ。なんだと思うこれ。バイキンマン。いや、バイキンマンではない。あ、コアラ、コアラ、なんかコアラ。あ、ほんとだ。惜しい惜しい惜しい。これミッキーだよ、ミッキー。待って、本当にミッキーだろ。おい、ふざけんなお前、適当にやんじゃねえよお前この野郎。やば。いや違う違う、適当じゃない、ガチで作った。怒られる。あ、じゃあミッキーなんだ。隣、私の家の隣ディズニーランドだったってこと。そう、この家のコンセプトはテーマパークです。こうやって改めて見るとやっぱ私の家が一番いいな。うん、今のところひなこちゃんが一番いいな。まあ俺の次にな。いや私が一番だろ、どう考えても。なんであれ。じゃあ、まあ、じゃあ俺の家見に行きますか。行ってみようよ。はいはい、こっからスタートするよ、こっから。何、そっから。そっから。え、まあ、なんでかっていうと、はい、じゃあ俺の家ほら見て、こっちから見るのとまた正面から見るのが全然違うよ形が。おお。はい、こっちだとトロフィーみたいな形でいいんじゃん。はい、こっち来て。はい、ドーン。こっちもトロフィーみたいな形しとる。で、これは家で合ってる？これ家です、住宅です。で、ここはロビー。いや、嘘だよ。家じゃないよ。だってお前今んとこまだ向こうの村人の方がまともな家だからな。本当だ。うん、はい、じゃあ登ってください。ここ1階。1
階2階だろ。あそこの下がさっきの B1。 あれ地下だな、あそこ。地下です。みんなあれ1階として作ってるの、なんだお前だけ B1 なんだよ。意外と思ったの。ね、これ本当乗れねえんだよ。乗れない。乗れる音用意してくれよ、せめて。あれここなんか壊れてる、なんで。誰が持ってる人これ。プチプチがの家に近い人は誰でしょうか。あ、お前持ってるってことは。違う。ポンちゃん、逃げて。え？やばい、待って、そうじゃん。まあここはノリノリの音楽を聴きながら、まあ、本を読めるっていうね、本棚もあるし。本当だ、本棚ある。まだこれは俺のお気に入りの本があったら、ここにどんどん入れていく。はい、この階層は、ここから、飛び込めます。やばい始まった。おぶねー。まああと座って眺めることもできる。え、これ椅子なんだ。さあこれ椅子。ごめん、一匹殺した。おい、誰が殺した。誰が殺した。私だよ、だって襲ってくるんだもん、この野郎。なんでは。まああとはここで敵が来た時に迎撃できる。こっからじゃあペンさんの家と私の家で挟み撃ちできるじゃん。さあ挟み撃ちできる。敵が来たひなこちゃんの家と、え、一応あそこも出れるから。いや、そう、俺もてっぺんから攻撃できる。ポンちゃんところも出れるじゃん。出れるうちも。でまああとは上、高いな。そしてめっちゃ高い。まあ、ここちょっとまだ置きたいんだけど、ちょっとね今度取りに行きたいなって感じなんだけど、あの金あるじゃん、金ここに設置して、敵が来たら敵襲だー、カンカンカンって。まあ作れって言ったの家だよ。家だって、だから監視塔じゃないよ。まあ、東大に住んでる人とかいるでしょ。いないよ、あれは監視するためにわざわざ行ってるんだよ。ほら、なんかあだ名つけてよ、あだ名。金鳴らしのプチプチとかさ、ほら東大暮らしのプチプチみたいな。じゃあもうそれでいいよ。でまあここが、まあ、このまま外出れて、でもここ一応ね360度こうやって回れる。でここでもう360度迎撃体制を取れる。敵倒すことしか考えてないじゃん。でもあれだね、こっから見るとちょっとミッキーに見えるね。いやでしょ、全然見えねえってよ。バグっとるって価値観。そっか、これで誰が一番ゴミかを決める。はい、今日で今見てきた家の中で一番ゴミな家だなと思った家がある人は、まあコメント欄とかで投票してください。コメに書いてもらって。あ、でも随分華やかになったね。うん、だいぶ華やかになった。進歩してきたな、なんかこの拠点が。そうだね、なんかあの花からない方がマシみたいなのもあるけど。いやあった方がいいでしょ。じゃあ次回は要塞強化のために、TNT ロケットとファイヤーチャージを作って作りません。まあ、現役体制を取っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。またよろしく、バイバイ。バイバイ。